久保裕太です。K1 ワールドマックスファイナルの優勝予想をします。よろしくお願いします。はい。最初から、マイク・ザンビレス選手対ジェーン・オツ選手ですね。これはもう、ジェーン・オツさんがやっぱり勝つと思ってます。マイク・ザンビレス選手、やっぱり、なんていうんですかね、スピードが速くて、入ってくるのは速いと思うんですけど、やっぱりパンチの打ち合いなら、ジェーン・オツさんの方が有利だと思うんで、ここはもうジェーン・オツさんが、決勝じゃない、準決勝に行くと思います。それで、次の試合が、アルバート・クラース選手対ペトロシアン選手なんですけど、これも一回やってますよね。で、ペトロシアン選手が完封してたと思ったんですけど、僕はやっぱりペトロシアン選手すごい強いと思ってて、僕もサウスポーなんで、勉強というか参考にさせていただいてる選手の一人で、これは本当にペトロシアン選手がダメージなく勝つんじゃないかなというふうに思ってます。で、次がドラゴ選手対、モハメド・カマル選手。これはどうなんだろう。ドラゴ選手なんか結構すごいパワフルですごい面白い試合をするってイメージがあるんですけど、どうなんだろう。ここはでも、モハメド・カマル選手が勝ちそうな気がします。ミハウ・グロガウスキー選手と佐藤選手。そうですね、このミハウ・グロガウスキー選手を、ネットの中継で見させていただいたんですけど、すごい強いサガペット選手ってタイ人の選手に勝ってて、すごい選手がいるんだなっていうふうにびっくりして思ってたんですけど、でもやっぱり僕はもう日本人で、日本人の佐藤選手すごい、ずっとマックスをこう引っ張ってきた選手ですごい憧れてるんで、やっぱり同じ日本人として佐藤選手に勝っていただきたいんで、はい、すごい強敵だとは思うんですけど、佐藤選手が準決勝に行くと思います。で、ジェーン・オツ選手とペトロシアン選手。ジェーン・オツ選手とも僕、フィジカルトレーニングを一緒にさせてもらってて、一緒に練習させていただいてるんですけど、すごいなんか、ペトロシアン、そうなんですよね。なんか穴がなくて、でもなんかジェーン・オツさんだったらなんか一発があるじゃないですか。なんでその一発で、こういううまいペトロシアン選手になんか勝ってほしいなっていうあれがあるんで、ジェーン・オツ選手にこう上に行っていただきたいです。で、モハメド・カマル選手と、佐藤選手の試合が、やっぱり佐藤選手はどんな選手にもすごい強いというか、なんていうんですかね、こう相手がなかなかこう弱点っていうんですかね、がない選手だと思ってるんで、これはもう佐藤選手が間違いなく勝つと思います。はい。で、ここでこのすごい世界トーナメントでやっぱり日本人同士の選手がこう決勝を争うっていうのを僕は一度見てみたいので、ここはそうですね、ジェーン・オツ選手と佐藤選手に決勝に上がっていってもらいたいっていうのを、一なんていうんですか、ファンとかそういう客観的に見て、そう思います。で、やっぱりジェーン・オツさんとは一緒に練習させていただいてるんで、ここはジェーン・オツさんに優勝してもらいたいんで、ジェーン・オツさんに優勝予想をさせてもらいます。はい、僕の、優勝予想は、長嶋仁英雄一郎選手です。ペトロシアン攻略法として、はい、もしはい、日本が戦うとしたらどういう感じで作戦を立てますか？僕だったらですか。僕だったらやられてしまいます。ないです。ぶっちゃけないです。はい。でも僕になんかジェーン・オツ選手ぐらいのパンチ力があったら、その一発にかけてこう、なんていうんですかね、打ち合いに挑むというか、はい、
一発にかける、うん、でも僕にはそんな一発はないので、あのペトロシアン選手のような選手でやったら、あの完封されておしまいです。ちょっと